江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら韓国紙、大谷は韓国 KBO リーグで本塁打をいくつ打つかという記事がありましたので、ご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。ぐーちゃんお願いします。もし大谷が今シーズンの実力のまま KBO リーグでプレーしたら、本塁打を何本打つことができるだろうか。それは現実的ではないが、想像は自由であるため野球専門家に話を聞いてみた。渓谷プロ野球の初年度から現在に至るまで国内野球を注視してきたパク・ヨンジン元 LG、サムスン、ハンファ、太平洋二軍監督は、大谷の本塁打数について、イ・スンヨプが記録した56本塁打を超えるだろうと断言した。ベースボールサインとシグナルなど複数の野球専門書を校閲したパク監督は、その理由について、大谷は体格に比べてバランスがいい。下半身の軸となる足が体の中心を支え、胴体の回転力を最大限に引き出している。軸がぶれないため、ボールを打ちに行く際の打点やタイミングがいいと述べ、ボールを追いかけてのコンタクトが非常に優れており、落ちる変化球にも力強く対応できると説明した。国内投手たちの様々な変化球攻略にも適応し、最多本塁打を打つのに問題ないだろうとの見通しである。パク監督はメンタルと体力についても言及した。大谷はメンタルが安定している。シーズン序盤には通訳の問題もあったが、よく克服した。我々は些細な問題でも揺らぐが、大谷はむしろ今年最高のピークを迎えた。結婚後、さらに安定感を得たように見える。体力も支えになっている。特に痛みを訴えることもなくシーズンを終えた。痛ければすぐスイング時に現れるが、レギュラーシーズンではそのような様子はなかったと話した。また、大谷は人柄が良く、渓谷のことも好きなようだと応援の意を表した。ダン国大学で学生を指導しており、プロ野球解説の20年以上の経歴を持つ体育学博士ヨンチョルイーンは、70本の本塁打を予想した。イーンは、大谷はメジャーリーグ159試合で54本塁打を打った。国内でプレーすれば 20% ほど上乗せし、70本は十分に打てるだろうと見込んだ。国内投手の球速が遅く、逆に抑えられるのではという懸念について、イーンは、バランスとパワーがあれば球が遅いから打てないということはない。バッティングボールでも本塁打を打つではないかとし、バランスが整えばポイントが定まる。どの球種にも対応する柱が立てば、それに応じて速球や遅い球のタイミングに合わせてスイングするようになると説明した。速球だけでなく遅い球への対応にも問題はないとのことである。大谷の落ちるスプリッター攻略を例に挙げた。スプリッターを打ち返すスイング軌道はレベルからアッパースイングに切り替わる。単純なアッパーではなく、ジャッジ選手も同様に打撃の瞬間にアッパーになる。これを可能にするには、まず下半身がしっかり中心を支えた状態で回転し、ヒッティングポイントを捉えるという高度な感覚が必要だ。大谷は基礎が整った姿勢に豊富な経験を加え、打てない球はないと強調した。はい、ということでした。それではですね、こちらに対して韓国の反応見ていきましょう。はい、それでは1人目、こちら。投手たちは三振を取ろうと必死になるだろう。その結果、四球ばかり出すことになると思う。91-8。大谷にアマチュアリーグレベルの警告を当てはめるなんて。警告リーグなら、大谷は寝転がりながら本塁打を打ち、トイレに行きながら本塁打を打ち、箸を使いながら本塁打を打ち、さらには用を足しながら本塁打を打つだろう。89-10。大谷が出場すると 100% 小四球ばかりになるだろうから、50本しか打てなさそう。15-0。KBO レベルは台湾リーグにも劣っていて、日本の高校生 NPB の3の4軍、独立リーグ程度のレベルだよ。大谷が KBO に来たら、投手としては30勝、防御率 0.1、700奪三振が可能で、打者としては打率9割、300本塁打も可能だ。それくらい KBO にはレベル自体がないってこと。15-1。試合ごとに2本ずつだと320本を超えそうだね。8-0。意味のない記事を書いているよね。もし来るなら別だけど、こんなレベルの低いリーグに来ると思う？ 7-0。 10本未満だね。相手になる人がいないから小石球ばかりになるよ。 6-0。 投手のレベルがあまりにもひどくて逆に打てないかもしれない。死球が多くて出塁率7割を記録するかもね。 6-1。
KBO の投手たちはほとんどがビビリだから血玉や死球を何百個ももらって出塁率5割以上を記録するだろうけど、本塁打は MLB よりもあまり打てなさそう。6-1。大谷がもし来ることがあれば、 KBO のひどい投手たちが全体で平均防御率5点台に迫るようなレベルのリーグで100本塁打は余裕だと思う。ただしその投手たちが三振を取ると言って死球を乱発しない条件でだけどね。5-0。投手たちが泣くよ。100の100が可能だね。5-0。遊んでいるね。大谷と KBO に何の関係があるのか。4-1。アメリカはとても攻撃的な投球をするけど、警告に来たら本塁打を許さないために死球、たまに地球ばかりになると思う。2-0。審判と話しながら本塁打を打ちそうだよ。2-0。大谷はプロ選手、警告リーグは中学生選手、これで答えは出るよね。2-1。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきたいと思います。はい、それではですね、上の方からいきますかね。この辺からいこうかな。はい、は、うとねえ、よく久保になんぞ入らないんだから。なんで、そんな意味ないこと考えるんだ。暇すぎるだろ、わら。ファンタジーすぎて、想像が追いつきません。渓谷内に MLB の球場より広い球場がそもそもないだろ。デッドボールとフォアボールで打てない。そもそもストライクゾーンに投げないだろ、お前ら。打者有利だから下手したら3桁打ちそう。そういうのをお前らキムチ汁を飲むって言うんだろ、わら。渓谷に大谷さんの分析してほしくないんですけど、そこまでして日本人の神経を逆なでして楽しいのかね。つくづく嫁が渓谷人でなくてよかったよ。痛いけど我慢して出てたんだよ。それもわからないから活躍なんか無理なんだよ、渓谷は。イラブさん好きなわけねえやん。どこ出身だと思ってんだよ。君らがお祝いしてくれた地方出身だよ。大谷選手のような選手がもし渓谷にいたとしたら潰しにかかるだろうと予想するけどな、わら。そもそも K さんちの誰かさんが大谷にボール当てるわとか行ったこと覚えてるんかね。大谷さんもお前らがこんな妄想してるとは思わんだろ。 W 知ってたら行くわけねえだろって鼻で笑ってるよ、わら。大谷さん最後ハムに帰ってきてほしいな。ダルも帰ってきたい言ってるし。なぜトイレなんだよ。ほんと下品な例えでドン引きだよ、わら。そもそも大谷と契約できるほどの気があるの。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。